ップルの成田です。今日もですね、フライパン一つでパスタ作っていきたいと思います。今日はですね、ペペロンチーノとカルボナーラを足して2で割ったようなパスタ、通称ペペ玉を作っていきたいと思います。数年前にですね、ちょっと話題になったペペ玉というパスタなんですけれども、今日はそれをフライパン一つで作っていきたいと思ってます。それでは早速やっていきましょう。レッツワーダー。はい、では早速材料紹介していきたいと思います。ニンニク 10g、 2から3かけ、オリーブオイル 30cc、 鷹の爪半分、お水 350cc、 お塩約小さじ半分弱、 2g ぐらいですね。パスタ 1.6mm 100g、 卵1個、胡椒少々、仕上げのパセリ少々。以上のメンバーでお届けしていきます。はい、じゃあまずは卵を溶いておきたいと思います。僕はですね、洗い物を増やすのがとても好きじゃないので、今日もですね、最終的に盛り付けるこちらのちょっと深めのお皿に卵を割って、ここで混ぜていきたいと思います。卵はよく混ぜていただいて OK です。白身が見えなくなるぐらいまでよく混ぜましょう。混ぜづらいって方はもちろん普通のお茶碗とか深めのお皿に入れて混ぜていただいてもちろん大丈夫です。はい、では卵を混ぜましたので、ニンニクをカットしていきたいと思います。はい、ではニンニクカットしていきます。まず皮を剥いていきましょう。皮を剥き終わりましたら、まずはスライスしていきます。スライスが終わりましたら、みじん切りにしていきます。ニンニク自体に食べ応えをしっかり持ちたい方はスライスのままでも全然大丈夫です。僕はパスタ全体にニンニクを絡ませたいタイプなので、このようにいつも細かく切っております。はい、ではニンニクのみじん切りが終わりましたので、この後フライパンを使った作業に移っていきたいと思います。はい、それでは鍋を使った調理に移っていきたいと思います。まずはオリーブオイル 30cc、 ニンニク先ほど切ったニンニクですね、鷹の爪半分、そしたら火をつけていきましょう。中火から弱火の間ぐらいでニンニクがきつね色になるまでソテーしていきます。全体に火を通したいので、たまにこうやって鍋を回してあげると均等に火が行き届くようになります。はい、じゃあニンニクがきつね色になってきましたので、お水を入れていきたいと思います。お水投入。そしたら次にお塩、ここで一旦沸かしていきます。はい、じゃあ沸騰しましたんで、パスタ入れていきたいと思います。今日はこの動画ではおなじみのディチェコの 1.6mm 使っていきたいと思います。失礼します。せい、やっと。そしてパスタはほっとくとくっついてしまうんで、たまに混ぜながら茹でていきましょう。今日はですね、9分茹でのパスタになりますので、アルデンテに仕上げるため1分マイナスの8分で茹でていきます。レッツタイマー。火は中火にしていきます。はい、残り1分ぐらいになってきましたね。まだ結構水分残ってるんで、ちょっと火を強めにして、がっつり水を飛ばしていきたいと思います。
いい感じに水っ気なくなってきましたね。この後卵にくぐらしていくんで、いつも通り水っ気全然ない状態まで持ってっちゃって大丈夫です。はい、タイマー鳴りましたんで火を止めて卵と絡ませていきます。はい、ではこちら先ほど溶いた卵に大胆に麺を投入していきましょう。失礼します、お邪魔します。そうしましたら卵とパスタをこのようにぐる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 混ぜていきます。そうするとですね、卵がいい感じにどんどんトロトロに火が通っていくので、先ほどまであんだけあった卵がだんだんなくなってきます。はい、いい感じに仕上がったんではないでしょうか。それではですね、トップに鷹の爪を置きまして、さすがにこのままだと少し見栄えがあれなんで、こちらお皿の縁をきれいにして、仕上げにひきこしょう、パセリ、できました、完成、ペペタマです。はい、それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。ペペタマ、ペペタマ、うまい、うまいな。本当にペペロンチーノとカルボナーラを混ぜた感じで、どっちかっていうとでもペペロンチーノ寄りなんですけども、卵の風味とまろやかさが加わって、なんとも言えない美味しさですね。これは卵好きにはたまんないんじゃないですかね。てかめちゃめちゃ作るの簡単でしたこれ。ということでね、今日はペペ玉を作らさせていただきました。皆様ご視聴ありがとうございます。ではまた。全然違うか。